シャヒード・ダスト・ゲルディ・スタジアムはイランの首都テヘランにある多目的スタジアムである。2002年に設立された。収容人数は8250人。スタジアムの名称はイラン・イラク戦争の死傷者の名前から取られた。主にサッカーの試合に用いられる。当初はパステヘラン FC とスティール・アジン FC のホームスタジアムとして建設されたが、 スティールアジンのセムナーンへの移転に伴い、ホームスタジアムとして使用されることはなくなった。解散したパステヘランの名前を取り、パススタジアムと呼ばれることもある。現在は、テヘラン最大のスタジアムである、アザディスタジアムを使用するほどには、観客が入らない場合などの用途に用いられ、イランサッカーリーグに所属するエステグラルテヘランが、練習場として使用しているほか、 U-20 サッカーアイラン代表のホームスタジアムとしても用いられている。2012年 AFC U-16 選手権2012の会場として使用される。ラーフ・アーハムスタジアムの隣にあるメヘラーバード国際空港よりタクシーで約2から3分。ありがとうございます。